Salut à tous, c'est Style45 et on se retrouve pour la suite du jeu. Comment faire Apogée P1 qu'on a débloqué. C'est parti. この島を封鎖するってどういう意味ですか？私たちをこの島から出さない気なのでしょうか？おいおい、冗談じゃないって。この島には水着姿の可愛い女の子しかいないんだ。あれ、封鎖されても別にいいかも。あー、カツ姉様悪い顔してます。まずいな、カツラギが暴走する前に何としても脱出せねば。メーウン様、説明してください。これは一体ど…メーウンだと。そうだ、メーウン様は忍びの重鎮の一人であり、このいいだろう、全てを話してやろう。この冬の異常気象、それは真の復活が近いことを意味し、しかし我が忍び陣営は TBS は封印の儀ということはすでに知っている。私たちが聞いているのは何がおかしい。真への封印は P1 グランプリの中盤ですでに完成していたのだ。え、だったらどうして決勝戦まで。封印の儀などは所詮焼け石に水だ。この私は上層部の決定にただ黙って従う。お前たちがこの島で戦い続け、封印の力を高めていった。楽園。そう、今この島の周りには真が入れないほどの強力。真が世界を滅ぼそうとも島の中にさえいれば。ちょっと待って、自分だけ助かればいい。私だけ。いや、お前たちにはこの楽園では。何、とことん気持ち悪いやつだな。引きこもりたければ一人でやってろ、アスカ。こんな奴に付き合っている暇はない。うん、確かビーチに船があったはずだよ。逃げろ逃げろ。さあ、これからは P1 クライマックスの開幕だ。行ってきます。いそがないとこの島に閉じ込められちゃう。そうなったら卒業できなくなっちまうぜ。ねえ、身勝手なやつだ。みんな絶対にこの島を脱出しようね。はい、はいです。お友達は大丈夫かい？
されたようだ。くそ、私たちを閉じ込めようとしても無駄だよ。よっしゃ、みんなさっさと乗り込みない。船が爆発しちゃった。そんな、これじゃあ島から出られないよ。理解できんな。なぜ落胆する？私たちだけ安全って、それじゃあ。気にすることはない。大切なものは自分の命のみ。貴様も上層部の一員だろ。それが忍びとしての発言か。そもそも神はどんな時空にも出現する存在です。それぐらいは分かっている。だからこの島をあらゆる可能性、あらゆる可能性、お前たちも神楽千年祭で平行、全ての次元に神は出現し、最終的に人間は滅ぼされる。その破滅の道から逃れる術はただ一つ。この島で不思議な出会いをした者はいないか。全く会ったことがない人物。そういえば、神楽ちゃんと奈落ちゃんはそんな感じ。平行世界を集約させた上で結界によって真の存在しない世界。そういうわけだ。アスカ、何？ホムラちゃん、命運というやつの話、悪いが私にはさっぱりだ。安心してホムラちゃん、私も理解する必要などない。お前たちは戦いなど捨て、お前たちと私が作ったこの楽園でな。最高の評価です。なるほど、平行世界や時空の話はさっぱりだが、命運、お前が忍びの端くれにも置けない男だとは分かったぞ。なんだと？忍びが戦いを捨ててどうする。真がどれだけ強かろうが。私だってそうだよ。この島で自分たちだけ助かろうなんて。命運、真に怯えているのはお前だけだ。貴様が引きこもるのは勝手。私たちにとっての楽園とはどんな人でも。グダグダ面倒な話はいい。シーンは私が倒す。それがお前たちの答えかな。愚かなのはみんな。何とかしてこの島を脱出する方法。はい、必ず手立てはあるはずで。こんな楽園絶対に認めないんだから。どうですか、言われてよ。Ah, je pourrais faire les petites armes là, les pistolets. Alors, mission de dystopie. Ça, c'est bien. Go! 4, 3, 2, 1, PBS! Asuka! Now on stage! 何、ホムラちゃん。お前にとっての楽園は何だ。え、そんなこと急に言われても。そうだな、普
太巻き食べ放題の国とか。私何言ってるんだ。そう、食塩って言われて食べ物を連想するなんて恥ずかしいよ。安心しろアッカ、私にとっての楽園は肉食べ放題の国だ。ホムラちゃんは大食いキャラだからそれでいいかもしれないけど、私は別にそうじゃないし。ちょっと待て、いつ私が大食いキャラになった。視聴者も盛り上がってきたわ。気合が入っているな、未来。うん、こんな島には1秒だっていたくないわ。そうか、嬉しいぞ未来。お前がそこ。え、そうね。あ、当たり前じゃない。死は人。未来、嘘はおよしなさい。動揺してるのが見え見えよ。何、死んと戦いたいから島を出たいんじゃ。いや、そのこの島から一歩も出られ。受け取れない、うん、あら未来、私を前にして黙秘人は。はるか様、ちょっと待って。ほら、早く言わないと、とんでもない恥ずかしめが待ってるわよ。いやー、調子いいです。Kagura, c'est excellent. Ça, c'était des armes. Ça, on l'avait déjà. Arme. Allez, mission suivante. Pour la troisième.Mirai, 早く言いなさい。はるか地獄スペシャル1号を味わいたいの？とんでもない恥ずかしめが待ってるわ。はるか地獄スペシャル1号って、全裸こちょこちょのことね。言います、全部言います。だから全裸こちょこちょは言う。分かればいいのよ、分かれば。で、通信販売で買ったの、乳育てマシーンと。その商品が私たちのアジトに届くというわけか。あのセットがあれば私もナイスバギーな大人のレディー。だからすごく期待してるみたいだけど、その手の商品ってほっ。やめて、聞こえない、何も聞こえない。わかった、
つまり神を倒すのも大事だが、大人のレディーになるのも大事だと。うん、いいじゃないか、夢はいくつもあった方がいい。ホムラ、その商品を受け取るためにもこの島を脱出しないとならないのだが。私たちの力で結界を破るのは。どこかに抜け道があるかもしれない。周囲をよく探ってみるとしよう。わかった。Alors, ah, il y a que la fille avec le pistolet. Écoutez. Pas pour elle. Alors, Apogée, mission 3, iPhone. Bon, yarimashou ka. Go! Yo! Sa! Ni!自分のスタイルにも需要はあるって言ってたよね。それはそれ、それはこれなの。とにかく急いで帰らないとな。もしかしたら商品が届いたものの、私たちがいなかったせいでポストに不在票が入っているかもしれないぞ。早く再配達の連絡をしないと。うわ、大丈夫。しょうがないだから。あかんな、いくら探しても
抜け出せそうな場所はないで。困りましたね。なんとかならないのでしょうか。いや、諦めるのはまだ早い。あら、何か策がなければ気合だ。気合でなんと。気合って正面突破で結界を壊す。うおホムラ、結界に体当たりして。ただ突っ立ってるよりはマシだ。ここで諦めてしまったら私も一緒にやるよ。うおー、ナイスバーディー。そこまでだ。その結界は体当たりで壊せるものではな。鈴音先生、今キリア先生と話をした。この島を抜け出す方法。本当ですか。命運様、いや命運は忍びの魂を。さあ行くぞ、ついてこい。はい。今日は調子ええかもな。お前たちは虹の橋を覚えているか。わしたちがこの島に来た時に使った。あ、そうだ。あの橋は強力な転送忍術で作られたもので、島から戻る。じゃあ滑り台でビューンって帰れるんだ。でもさ、でもさ、やばくない。あ、その通りだ。みんな急いで橋を確認しに行くぞ。必ず島から脱出せねば。みのり、冷蔵庫にプリンを入れたまんまなんだ。わしも絶対帰るんじゃ。弟や妹たちと話。そうそう、こんなとこにいたら留学の話もなくなっちゃうし。黒影おじい様から託された思い、それは。さ、皆さん虹の橋へと向かいましょう。Alors, mission 4, le pont arc-en-ciel. Une, mal, une. Go! Yom! Sam! Ni! It's PBS! 無事に帰るまでが遠足とは、まさにこのことだな。うん、おやつは500円以内だよね。そうそう、500円まで OK だし。二人とも500円を守ったことなどないのでは。飴はおやつに含まれないし。飴はおやつに含まれます。誰がそんなこと言ってるんですか。はーい、みのりです。味方がやられたみたい。
là là. On va faire pas son truc, c'est fini.私たちは必ずこの島から脱出してみせます。見えましたよ。まだ虹の橋はかかったままです。安心しました。これで元の世界に帰れますね。いや待て、橋が壊れかけている。やはり結界の影響を受けてしまったようで。あんなボロボロの橋じゃ渡ったら。しかしこの木を逃すと。だね、一か八かやるっきゃ。よし、全員で息を合わせていい。うん、わかっ。私が合図を出します。皆さんはいつでも行けるように。はい、弓に任せます。まだです、まだ。なんかあの虹の橋キャンディーに見えてこない？私はアイスに見えるけど。うん、アイスもキャンディーもいいよね。うん、甘いもんマジいいよね。で、甘いもの食べたらしょっぱいものがいいんだよね。あ、それマジ最強。甘いのポテチ、甘それずっと続けてられるよね。ちょっと静かにしていてください。あ、ごめん。まだまだです。意識を集中して皆さんの呼吸を感じるんです。今です。みんな一気に走り抜けますよ。うん、いけー。死して屍拾うものなし。妙に当たる評価、誠に感謝します。いや、めっちゃきゃまめっちゃあのじゃんめっちゃめっちゃきゃまじゃあどこでさめっちゃきゃまあ、もうじゃあ。マリス、パピンラッカーじゃん。あら？このキラキラとしたものは何でしょう？虹って歩けるのでしょうか？ちょっとだけやってみましょうか。えっ、乗れました。なんかワクワクしてきますね。あれ、なんか足元にひびが。今です。みんな一気に走り抜けます。うん、いけー。死して屍拾うものなし。キャー、ちょっと待て、空から悲鳴が聞こえてくるぞ。虹の先の方からだ。誰かがこっちに向かってくる。キャー、あれー。あ、向こうの方まで飛んでいった。まさか今の姿って。うん、間違いない、絶対間違いないよ。あれー、シュタ、無事着地成功です。それにしてもここはどこなので。あら、これは水鉄砲ですね。これで遊んだら楽しそうですね。ちょっとやってみようかしら。 OK, バイトセル。行くわよ。 Donc là c'est la mission 5.Éliminer les ennemis. Donc c'est encore moi. C'est chaud là, on est tout seul. 4, 3, 2, 1, let's play! これ面白いですね。リョウビちゃんとリョウナちゃんが小さかった頃、夏のプールで遊んだのを思い出すわ。また会いたいね。リョウビちゃんとリョウナちゃんに。Il y a des zombies.
すがに気まずいかな。Attends, je me
casse les autres tournées et je me fais mitrailler. Allez, tire! Ouais, bah, j'aime pas ça, cadeau. Tire par la soupe. Allez, ça. Voilà, c'est bon. お姉ちゃん、勝っちゃいました。あら、向こうから走ってくるのは、ええ、リョウビちゃんにリョウナちゃん、それはこっちのセリフよ。お姉ちゃん、また行きかぶなんでも、この感じは命運はあらゆる可能性を一つにすると言って、何でもいいわ。お姉ちゃんとまた会えた。うん、お姉ちゃん、ま、いいの？いいのってなったって、神楽青年祭の時に感動のお別れをしたでしょ。恥ずかしくなんてないって。お姉ちゃんが生き返るんだったら。そうだよ、恥ずかしいのが気になるんだったら代わりにリョ…はぁ、意味がわからないわよ、バカ犬。ありがとう、リョウビちゃんとお姉ちゃん、二人がそんな風に話しているところ。そうなの、リョウナちゃんとリョウビちゃんは。やめなさいよ、変なこと言うの。本当に仲良しなのね。よくできました。Alors, amateur de cartes. Donc après, ça sera la mission 6. Donc, et bien voilà, c'est la fin de ce petit let's play. J'espère qu'il vous a plu. Je ferai la suite dans une prochaine vidéo. Bye bye.